シードが飛んだ、シードが飛んだ、中古価格が大下がり。お疲れ様でした。はい、シードが飛んだ、シードが飛んだ、中古価格がだだ下がり。そして喜んでるそこの君、中古価格邪魔ですね。はい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。みたいなことを言うのが信頼度読み上げライターさんで、こういう人たちがもてはやされてたのが10年前とか十数年前か。はい、おはようございます。さあ、中古価格がだだ下がりのシード君、今日ね、まあ、シード君の実践なんですが、本日8月の27日日曜日でございます。前回ソンマリがね、初めてこちら福島、あのイオン阪神福島付近をお散歩したんですけども、僕もソンマリも実はその後プライベートで来てるんですよ。ソンマリが打った時がプライベートで 22.7、 僕その翌日にこっそり来て 20.5 か。十分にシードがね回ってる中、今日僕のお散歩でどれぐらい頑張っていただけるのかなというワクワクがあるんですけども、またシードかと思ったでしょ。中古価格だだ下がりのようですね。アンジさんがニコニコしてそう。とあるまとめサイトとか速攻まとめそう、シード飛んだみたいに。現場を見ようよ。で、あの結局大価格が落ちたのは供給方が問題だと思うんですけど、これって実はいいこともあるんじゃないかなという、ね、僕なりの、ね、視点も交えてちょっとお話しさせていただき、再度シードの面白さだったり、まあ原作ファンの方が不満を持つのも分かるけど、ちょっとこういう視点で打ってみてはというトークもね交えてシードを打っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では実践開始まで種飛ばし、ポピョーン。というわけでシード行ってみたいと思います。本当に皆さんね、色眼鏡で見ずに普通に当たり方どうなったらチャンスなのかを頭に入れて打ってみてください。もちろんね、あの種割れのシーン安易に使うなって気持ちもわからんでもないけど、パチンコとして見た場合本当に僕は面白いと思うんで、では行きます。で、あのそんまり曰くこちらのお店、まあ謎の数字が33玉でちょっと甘さいプレイもできないですって言われてたんですよ。で、この間プライベートでちょっと来た時にシードが結構回ってくれて、あーいいお店やなって思ったんですけども、全部情報間違ってました。先ほど一緒にね並んでた方が視聴者さんで、いろいろ聞いたらちょたま再プレイ無制限ですよ。で、33玉って聞いたけど、前回来た時交換したんですよね、ちょたま再プレイできないっていうから。そしたら30玉でした。あいつ本当嘘ばっかつきやがる。で、先読みは個人的にはなしを一番おすすめしたいけど、先読みカスタムを何か入れるんだったら圧がいいと思います。なぜ圧がいいかっていうところをお伝えすると、チャンスにしてもそんなに出ないんですよ、先読みそのものが。で、先読みが出てもやっぱ信頼度が40数パーなので、そこまでうおーとは、あー先読み来たぐらいになっちゃう。で、先読みがない変動はやっぱ期待度が落ちちゃうから中途半端になっちゃうなと。だから先読み圧にして、先読み来たらもうほとんどゴール、まあ10回2回外れるけどゴールと言えるし、まあ 30% はね先読みなしで当たるので、偶数のストライク SP だったりフリーダムに行けばそれでも期待は持てるんでね、僕は圧の方がバランスいいと思います。ということでスペック紹介でございますけども、319分の1、ラッシュ突入率、素のラッシュ突入率は 60% です。時短引き戻し込みで 66%、ラッシュ継続率はトータルで 81% で、ラッシュ中は84分の1を120回転、はい、おー
の方がバグる瞬間が早く持ってた。やっぱシードとの相性異常じゃねえの俺とか言ったら外れたりしてね。さあ見ていきましょう。でデフォルトでやるのはおすすめしないです。これデフォルトはどうしても他のカスタムにいいとこ取られちゃうからダメになるんですけど、これでやるとちょっと点滅保留がデフォだとうざいんで、ぶっちゃけデフォでやると微妙ですね。で今変動開始から数秒経って S が出ましたけど、あれが赤いとこ 3,4 割っていうか結構熱いですよ。でこれセリフの色が赤だとチャンスになります。でだいたい種割れが来ないの。じゃあこ初めてこっち行った疑似なしで。あでもそっか、この後アラートの文字が出ておっぱいが揺れたら AA に行きます。でタイトル文字赤だったらチャンス。こでチャンスアップ今ないですけど、何より大事なのが偶数かどうかです。だからこれはいけると思うけどちょっと怖い。でもまあいくでしょう、うん。一番大事なのは図柄の色です。青か赤。だから今例えば赤タイトルで攻撃も赤の2つチャンスアップがあっても1号だったら僕はやべえと思います。で2と4は昇格期待、SD 期待度がちょっと高めです。それは3がいるからですね。4の手前が3なのでよしと。で2の場合はここで止まらなければ3になります。ただ3000発ボーナスを引いてた場合は偶数のままで3000発をよこすことが多いですね。むしろあそこで3になったら3000発はなかなかないと。でまだチャンスはあります。もし2ラウンドの ST 引いてた場合、あそこでの昇格が半分、ここでの昇格が半分ぐらいかな。ここでトリーが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 トリー時短ですね。はい。でこっからちょっとへそで回すんですよね。でへそに弾入れてもすぐ消化するんで消化スピードは落ちない上に、もしこのへそでぶっ刺さった場合ストライクチャレンジの方を引いても時短が450回転になります。残保留の時にあったへそ保留含めて6回転で終わります。でも終わるまで打っちゃっていいと思います。どうせ1回転の600分の1は引けないんで。でこれで見事ぶっ刺せてストライクラッシュだったら OK だし、ストライクチャレンジでも時短450になるので残り1からも左打ち。ジャイロ技研のジャイロです。はい、ということで覇権を握ると僕は初打ちから言っておりましたけど、残念ながら予想が外れた。そう思ってる皆さん、もうねうちのねちょたまくんがね中古価格が今26万円なんですよ。定価は55万円で、もうね中古価格が落ちてもうニヤ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 こけましたね飛びましたとか言ってんすよ。あれね中古価格で飛んだ飛んでないを判断するのは二流パチンカーでございます。はい、現場を見ておりません。あの価格が高ければ客が飛んでないって考えるのは早計でございます。頭が悪いですよ皆さん。それで飛んだってどうやるシードアンジさんも頭が悪い。これは何でかっていうと需要と供給を考えてないんですよ。例えば一気当選とかも1000台しかなかったらやっぱり中古価格って上がるんですよね。これ供給が多かっただけなんですよ。やっぱりあのホール行くとシード埋まってますからね。もちろん朝一からバチコンっていうのはそんなないけど、朝ガラガラやなと思っても夕方とかには 6,7 割埋まってる。しかも40、30台とか抱えてるのに 6,7 割今でも埋まる台ってないって、エヴァぐらいじゃないの。だから全然僕はあの前評判通りにいけてると思ってるんだけど、皆さんは中古価格見ただけでやったこけたっつってジャイロの言うことまた外れと思ってると思うんだけどね。稼働を見てよ、まだやれてると思うよ。4円パチンコの稼働ここまで落ち込んでる中5万台も導入されてまだ稼働率を結構保ってる機種ってなかったと思うんだけど、例えば今もう30台入れてる店は買う必要ないと思うんだけど、例えば500台とかあるお店で12台しか入れてない場合は俺買った方がいいと思います。26万という安値だったら他の寝台買うよりはシード1列なら十分稼働を保てると思うんで、半列しかない お店ね、ここでもう1回バシコンってやってシードでもう一度入れ替えができると。
で安く仕入れられる分回すこともできるじゃないですか。で稼働そのものはまだまだつけられる機械なんでね、そこで中古で台数増やしてもう一回サービスするって形作れるんで、むしろ中古価格が落ちたのはホールの人は喜んだ方がいいです。出来が悪くてすぐにお客が飛んで中古価格が下がったわけじゃないんですよ。あくまでちょっと供給が多すぎて価格が下がってるだけなんで、そこを踏まえたら僕は全然まだやれると思うんですけどね。あのインターネットとかの評価って基本的には否定的な意見ばっか並びやすいんですよ。どんなのでもエヴァユニコーンとシードの違いって前評判の高さなんですよね。シードとエヴァって実はそんなに最初うおーって感じじゃなかったんですよ。エヴァもどうせダメじゃねって言われたし、ユニコーンも微妙。逆にこいつはもうなんかメーカーさんが期待感煽りまくってプロモーションもやりすぎて、結局プロモーションのやりすぎで、特にシードみたいなめっちゃ強いコンテンツって煽れば煽るほど信者がねアンチ化するんですよ。ひねくれてるんです。あれね、信者が怖えなって思ったのはチョタマくんを見てですね。例えばディアッカの機体だとあれですよとか、ニコルだと機体の名前出てくるんですよ。俺もそれぐらい好きな案件だったら多分アンチ化してましたね。そこがあったかな。でプロモーションをやりすぎる。で差し入れありがとうございます。あれ今赤文字じゃなかった？今赤文字だったよね。ヒロインリーチの赤文字はチャンスです。これあるぞあるぞあるぞ。でこれ本当にレバーあんの？レバー見たことねえんだけど。これだいたいストライクいきます。これはこれ先読みなしだったらマジで熱いんだけど、見た今の変動なしだったら単に疑似にでヒロインリーチ行ってボケと喋ってたら赤セリフ出て疑似算していきなり盛り上がるじゃん。これが面白いのよ。うわニコルだ。えこれどうなんだよ。やべ先読みなしだったらこの時点で震えてる。ここでチャンスアップが来ない。あそこの段階でまずファーストチャンスアップがあります。女の子か3点変化、女の子の方がいいです。ラックスか。あこれで通常ルートだね。でガブレがないからこれ微妙かも。ファイナルアタックに当たるならファイナルアタック行く。2出し行くかもしれない。ファイナルアタック行かないんすか？行かないんすか？まだ分かんない。ここでガンチラとかボタンが出れば大チャンス。行ったよ。それでもこれだよ、これだよ。こんな台ないでしょ。だからねこれをシードとして荒探すといろいろ出てくるけど、パチンコ台としての当たり方とか盛り上げ方はすごくうまいと思うんだよね。こういう当たり方するから好きなんですよ。おこいと今ゾワってきた。久しぶりのジャイロダンスできるんだ。ということでプロモーションの話の途中でしたけど、それはこれが終わった後に。で2ラウンドですね。ここはね絶対にストライクラッシュは先読みなし。これほどまでに面白いのはねえよ。あ今俺カスタム変える前だよこれ。これ当たっちゃった。うーわーなしにする前に行っちゃったよ。マジでこれも先読みなしのラストライクラッシュ激面白いからやってみてください。これだけでテンパっていくから。すいません先読みなしでやろうとしたらわずか4回転でぶっ刺しちゃいました。ということでここは先読みを圧でいきましょう。でストライクラッシュ中、まあ右打ち中は当たったか。ストライクラッシュ中先読みチャンスでも圧でも先読み出たら当たりです。じゃあ圧とチャンスの違いは何なのっていうと占有率です。先読みチャンスだと大当たりの3分の2で先読みを出します。3分の1は先読みなしで当たります。先読み圧にすると大当たりの9割に先読みが絡む。おお来た来た来た。脳がバグる瞬間。うん来たー。うわ乗せです。ちょっと待って意識が意識が覗かい。よしよし行こうか。シェロさんは大先輩だから待たしちゃまずいもんね。いいじゃん待たしときゃ。いいじゃん別に怒らしとけよ。だって今
うちの方がチャンネル再生とかいいでしょ。最低。やばいやばい、ちょっと今いけるイメージがなくなった。やべえ、ちょっと流れを変えるため玉抜きを押す。ここで防いでみた。ダメな気がしてきた。おっしゃー、超嬉しいんですけど、超嬉しいんですけど、来ない。当たり。あかんかー、十分でございますね。はい、これが僕の力でございます。ありがとうございます。ギャラいくらかな。押してみろ。メーカーさんとしては成功だったのかな。いや成功だったんとは思うんだけどね、これだけだ大さばけだから。まあ、正直メーカーさんは売ったらおしまいなところもあるので成功と言えるのかな、あのプロモーションで。ただ評価っていうか巷の評判を落としたのはプロモーションのせい。15年前20年前だったらあのプロモーションでそのまま稼働につながったと思うんですよ。でももう今ってみんなパチンコに絶望してるから、信頼が出るぞってなっても大半の人がうがった見方をするようになっちゃってるんですよ。これはもう業界全体の責任で、でそのうがった見方をしてる時にメーカーさんがあんだけ金使ってすごいの出るぞすごいの出るぞつってよいしょして、ライターさん、ライター演者にもよいしょさせると、そりゃねうがった見方しちゃう人たちがさらにうがった見方をするようになるんで、今の時代はプロモーションをやればやるほどアンチが増える。でこれで正直失敗しちゃったなってメーカーさんが強楽さんなんですよ。強楽アンチって呼ばれる人いるじゃないですか。例えば三強アンチ、サミーアンチ、三星アンチ、ニューギンアンチって言葉聞いたことあります？ないと思うんですよ。じゃあなんで強楽さんにアンチが生まれたかっていうと、強楽さんってまあ仕事人が出るときも AKB が出るときもめっちゃ金かけてめっちゃプロモーションして、もうライター演者によいしょさせまくって、ツイッター実践もさせて、シャープ何々でこの台は素晴らしいみたいなこと言わせて、で結果アンチが生まれちゃったっていうのがあるんですよ。やればやるほど嫌われるんですよね。やりすぎると金も失うし評価も下がるんで、僕はやらない方がいい派ですね。ただ台数はそのおかげでよりさばけたって考えると今回の三強さんは成功なのかなって。その後中古価格が落ちようとぶっちゃけ知ったこっちゃないと思うんで、メーカーさんはむしろ中古価格が高くなる方がメーカーさんにとっては厄介かもね。で中古価格が下がってる&ちょっと供給過多で満席にならない、でもたくさん入れちゃったがゆえに飛ばせないってなるとどうなるかというと、ホールさんぼったくれないんですよ。シードで今客飛ばしちゃってるホールは本当にこの台でぼったくったホールだと思いますね。今日だっても朝からがっつり多分一桁じゃなかったら座れないレベルで埋まったんで、だからシードに関してはまず稼働を見ればその店の良し悪しは分かると思いますよ。これで飛ばしてるホールさんはちょっと もう見込みがないかな。まともな法人さんはこのシードをきっかけに4円の稼働を立ち直らせたいって考えていらっしゃったんで、それでもぼったくったからシードから客飛んだって、そういうホールはもう4円にやる気がないかちょっと頭が悪いかの2択で、営業が下手くそだから近づかない方がいいと思いますよ。例えば半年前とか3ヶ月前とかエヴァが動いてないホールでのパチンコって打てたもんじゃなかったと思うんですよ。その指針が僕今シードだと思いますね。はい、ということで脳をだいぶバグらせてもらったんで、動画的にはチャンスもありかなとは思うんですよ。正直動画的にはね、先読み出た時に伝わりやすいんでね。ただチャンスは微妙って言っておきながらチャンスやるのもよろしくないね。なし。さあなしにした場合何を待つか。偶数天敗でのストライク SP。お、陣じゃないから、あ、エンカウントアタックだ。陣じゃなかったんで、で疑似にがうざいって言われるけど、なしでやってると今疑似にうざいパターンだったじゃないですか。でもこういうことあるんですよ。だからなしでやるとね、疑似にも何にも感じなくなります。もしかしてこっち行ったら疑似さんしねえかなと思ったりします。でエンカウントアタック、ここの帯が赤ならチャンスアップですけど、あまり気にしなくていいです。当たる時でも青のことは割と多いですよ。
チャンスアッパーちょっと欲しいけどね。いや悪魔のうちの来ないか。大事なのは、一番大事なのは、一斉にか緑にならないこと。もうここで敵がいてもいいぐらい。いたか、イザークだね。できれば3連続して役者のチャンスアップもあった方がいいけども、偶数でとにかく行ってくれりゃなんとでもなります。だから3連続した時に奇数に変わるぐらいだったらこの方がチャンス。さあどうだ、 OK。 そんなに信頼度は上がらないけど、ちょっとここでラックスコネハローハロー。で赤タイトル、赤テロップ、ガブレは何個出るかが大事ですね。3つで大チャンス、2つでチャンスと思ってます。ここでもガブレなしか。ガブレは A のタイミング、ボタン赤じゃ なくてもカンソルート行ったんだが、あるよこれは。もちろんは外れることも十分あります。ただ十分ある、五分五分です。 4,5 割ぐらいかな。でも変動開始からうざいなって思う疑似霊のパターンだとか急に知り上がるでしょ。こういうパターンがあります。結果外れたとしてもワクワクできるし、当たるか、いや、まあ、当たんねえか。でも今ので当たりますよ本当に。でも例えば昨今のパチンコ台だと、例えば今のパターンで発展してチャンスアップ出てても予告が弱いからダメじゃんになりがちなんですよ。これはそうじゃないから。ただ1号でいったら何があっても外れを確保しなきゃいけないけど、そのデメリットとしてね、もう1号だから外れたって理屈になっちゃいますこの台は。もちろん刺すこともあるけどね。だから皆さんもね、本当原作が大好きで、もう原作とは離れてるって気持ちもわからんでもないけど、パチンコ台としてはどうなのかなという面白さに注目してみてください。ね、結論言うと僕はシードはまだこけてないと思うし、それは現場の稼働を見てね、これだけの台数抱えてまだ6割7割、夕方には6割7割埋まるような台がこけたって言ったら、もう世の中にある全てのパチンコ台がこけてます。だから中古価格だけでこけたこけないを判断するのは二流パチンカー。三国志で例えたら馬食ですよね。お前登山してるやろみたいな。中古価格で判断する人って、あの自分を賢いと思ってるけど頭が悪い人の特徴なんですよね。いや本当僕そうだと思いますよ。馬食ですよ。だからあの山登っちゃうんですよ。外堤はあの狭いアイロを塞げばよかったのに、何でお前山登るんです。上から駆け降りた方が素敵殲滅できるでしょ、だから山登りましたみたいな。そこはもう中古価格が下がったってことは需要がないから下がったんでしょ、だからこけましたみたいな。中古価格で飛んだ飛ばないを判断するようになったのがここ1、2年じゃねえかな。5年前とかそんな中古価格で飛んだ飛ばない判断することなかったからね。僕がだから時代に追いつけてない可能性もありますよね、中古価格で判断に慣れてないから。このセリフ大好き。多分あの人人気あるキャラでしょ。全然アニメ見れてないけど、こうね戦争を深い視点で見てる人だと思うね。あの人偶数で今の煽りになったらまずテンパんないんですよ。奇数だとたまにテンパってくれますが、まあ当たらないと思っていいです。だから特殊煽り、特殊テンパ煽り、今のやつだったり右から停止の VS 煽りはあからさまに奇数でテンパ煽りして、奇数でテンパりやすくなってます。1号でねレバーなら当たり、まあ違ってまた復活しねえかな。ニコル、イザークか。さあ偶数、とりあえず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 偶数、頼むよ。あーこれ奇数止めてそう。1か5、あ4だ、あオッケー。これでクルーゼとムーの煽りになったら VS が止まってエンカウント、もうこれでストライク SP 発展、まあ濃厚になりました。もしかしたらフリーダメかもしれないけど、で赤服予告でイザーク出てるんで基本イザークが出てきます。イザークじゃなくニコルやディアッカだったらもしかしたら当たりかもしれない。落ちてきてね、4にしてなんかキスにしそう。あいきなり来たか、あるよ。できれば2連以上してから行ってほしいけど偶数という条件は満たした。つうかエンカウントアタックからフリーダムねえか。タイトルはうん OK、変わってはやっぱ欲しい。ラックス、ラックス、
これだよこれだよ、やっぱ面白いなお前。だって変動中あんな赤福イザグナで10パーしかないからね。まだ当たるとは限ってないけど、まあさせますよ。赤ボタンじゃないから基本格闘ルートですけど、ファイナルアタック来るは、いやいやな、これは当たるよ。ラックス来てるもん。まさかね、多分最後にボタンかガンチラくんじゃない、来なくても当たるよ。復活はしないと思います。偶数の復活は無理。いやー今のは効いた。イザーグー、でも変動中、変動開始時たかが 10% の予告、エンカウンターアタック掛け位置だと 10% ないぐらいかな。それでもあそこまで盛り上げてくるからね、今日あれは当たっておかしくないですよ。ただやっぱもう一個欲しかったかな、完走ファイナルアタック。格闘ルートだとね、赤タイトルだけじゃちょっと厳しい。赤テロップかガブレが加わってこないと。正直僕完走ルート行かなかった時もろたと思ったんですよ。よっしゃこれファイナルアタックルートだと思ったら、あおりすら来なかった時ちょっとやべえかなと思いました。でもまあああいうハズレも食らわせてくるけど、その分ファッっていうあたりもあるんで、トータルではものすごくバランスいいと思いますみたいなことを言うのが信頼度読み上げライダーさんで、こういう人たちがもてはやされてたのが10年前とか十数年前かで、シードじゃあ全部が全部いいかっていうと、原作ファンの人がね嫌う理由もわからんでもないですね。何かの例えで種割れ演出はドラゴンボールでいうところの俺は怒ったぞフリーザーのシーンを種割れで使っ、このシーンで俺は怒ったぞフリーザーでスーパーサイヤ人のシーンを疑似連で使ってるって言われたら俺は納得した。そこら辺もう少ししっかり原作に忠実なところは欲しかったかな。舞い降りる剣とかね、あれはわかるよ、すげえ言いたいことは。で最初に全部出し切ると3作目4作目あたりから原作に全く忠実じゃなくなるんですよ。エヴァも今は受け入れられるけど、これも完結してるアニメだから出し切るの難しかったんじゃないかな。だからね、次回作に期待しましょう。次回作に砂塵行ってもダメだね。グースだったらな、最後が間違って赤ボタンとかだったらね、クソ強いんだけど。復活はあるけどね。復活、本当に復活しよう。面白い。で復活って言ったのがこれで、ゼジラと回って右見てると171でハズレ攻め作るんですよ。止まった瞬間に復活を見抜く方法、その103の数字の下の丸見てください。赤丸だったら当たりです。もしくはセグ、4番8番がハズレセグなんですね。今4番6番ついたんですよ。やだ、ハズレ以外のセグついたから、うおーってなって702回転目でございます。ありがとうございます。やったぜー。さあ楽しい楽しいストライクラッシュ、全部これでやりたいぐらいで、街はテンパイ煽りです。とにかく変動開始時にまず煽りが来ること、来なくても図柄がゆらゆらしてたら S 煽りが来るんで、そのどちらか。その前にテンパイ煽り来ちゃった。俺の暴行が結構限界来て、テンパって暴行、これはもうトイレに行くなってことだな。これで当たるからバスターはちょっと厳しいけど、テンパりあとは何とでもなる、相手次第で。これでも別にカウントダウンの色が赤になれば、赤にならないと無理。1、あー無理ですね。でもここが昨今の SD機と違うところで、テンパりゃワンチャン。これはねちょっとカウントダウン青文字では当たったことがございません。すいません、じゃあちょっとお手洗いへ。ごめんなさいね佐々木さん。サンキュー。ドゥーンなしになってる。これアスランだな。でまあ大体当たるアスランが多いです。テンパレ、いけいけ、よっしゃよっしゃ。まず名前が変わるか、変わらない。1個欲しい。ノーチャンスアップだとやっぱ厳しい、アスランでも。あとはバッテン切りか赤ボタン。
うわー、ガボタンじゃないといけねえかな。あー、でもこれなんですよ、テンパった時の脳汁が本当にやべえんだこれ。来た来たぞ、煽りが5、いいね。バックが青だからテンパイするかは分からないけど、テンパれば戻る、戻らないか。いいぞいいぞ、3、あ、後ろが赤背景だったら当たりだったけど、テンパってテンパって間違ってテンパって戻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 んない。これ赤じゃないか。3だ3だ、頼む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 、テンパればテンパれば当たり、テンパれば当たり、テンパれば当たり、テンパらない。テンパった、やった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 。今の稲妻のやつ赤だったのかな、あれあれ色分かりにくいですよ。よっしゃー、今赤タイトルになったね。黒すぎる、来るんじゃないかな。来たね、2つ出たんで、これならノーマルボタンでもいけます。たまらないぜーみたいなことを言うのが信頼度読み上げライターさんで、こういう人たちがもてはやされてたのが10年前とか10年前か。これオールバトルだったらもっと良かったんだけどね、本来はね。5年ぐらい前でバトルやらせてほしかった。不満はそこだな、ほんまに。で、高速消化、これはめちゃくちゃ面白くて、これはめちゃくちゃつまらないって言ったりする人いるけど、俺は正直高速消化はどれも一緒だと思ってます。だからシードの高速消化はめちゃくちゃ面白かって言ったら、別に先読み切って当たったってなるから面白いだけだと思ってますね。ストライクラッシュに関しては今年一楽しいです。やばい、何にも来ねえな。ちょっと後ろ足を止めて、ロング変動が来ないのはよろしくないんだよね。おっしゃーこれね、あのエヴァのレイ・フルカスが好きな人はこれやってみてください。スペシャルフリーダムフィーダー、フィーダー、うおー、兵器は使わねば。スペシャルフリーダムフィーダー、フィーダよっしゃー、うーん、この愛か、触れろ、十分でございます。ありがとうございました。はい、というわけで実践終了なんですが、まず店内ですけども、これ、ね、本日視聴者さんも多く来てくれて、朝の並びも多くてね、でこれだけお客さん反応してくれるってことは次も頑張っていただけると思うんですよ。で今日なんですが、僕の打った台のクオリティがここにドンと乗ってると思います。で佐々木の台が20ちょいで、佐々木の隣の方が21だから20ちょいから22ないぐらいの状況だと思うんですよね、全体的に。でちょたまサイプレー無制限、そんまりはね、あのサイプレーはできないし、謎の数字は33玉ですよって言ってたのに、謎の数字は30玉でサイプレーができると。おいおいおい、ふざけるなと。いやそしたら多分今今日は多分日本でもトップレベルでシードが美味しかった 日だと思うんですよね。しかも平常営業でも何のこともない日にも20あったのも僕確認してるんで、ぜひともね、僕のツイッタースケジュール見て、イオン阪福島、イオン福島阪神野田阪神か、イオン野田阪神付近のお散歩の時はこちらなので、ぜひともね遊びに来ていただきたいなと思います。でシードなんですが、カスタムをねいろいろ変化させてみて、で原作に不満があるのは分かるんだけども、パチンコ台として見たときにうまいバランスかどうかでちょっと打ってみてもらいたいのと、やっぱなんだかんださ勝てるかどうか、球が出るかも大事じゃないですか。原作も大事だけど、原作をしっかり作ってあって、しかも回ってしかも勝てる、そういうのはねやっぱ難しいんですよ。だからちょっとねシードの出来に不満がある方も一旦そこ目つぶっていただいて、今これだけ供給過多な中でたくさん入れちゃったホールさんは飛ばせないんですよね、シードのお客さんを。で今夕方ぐらいになると
しっかり使ってるホールは6、7割あると。でそういうホールさん、お客さん逃がしたくないからシードは今狙い目の一つなんですよ。だから割と今日のお店だってパラダイスだし、こういうお店出てくると思うんですよね、皆さんの付近でも。だからシードを毛嫌いせずに、ちょっと不満点を除いて、まずは勝つために打ってみてはいかがかなと思います。でその視点で勝つために打つにあたって、あのカスタムを、まあ、自分なりに工夫してもいいし、僕おすすめの通常時はなしか先読みやつ、ストライクラッシュは先読みなし、レバブルとかも入れちゃダメです。でフリーダムはお好みでって形で実践していただいてね。でラッシュ突入率は素でも 60% ありますので、毛嫌いせずに打ってみてはいかがでしょうか。はい、あちなみに投資は5500円、回収1万6000発でございましたありがとうございます。まあこの後もちょっと引き続き少し居残りしようかなと思ってますけども、その結果はね、最終的にどれだけ出たかはデータがドンって乗ると思うんで。というわけで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。これがパチンコってやつ、わかる？あの流れで瞬発の動きがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で、今つながりつかんでるでしょ。手も立ちしないよ。これ来たから。